今回は豚ヒレ肉の追い行動の作り方を紹介します。豚ヒレ肉を使うことで大きめにカットしても柔らかくさっぱりとした味わいで食べ応えも抜群です。これを甘辛いタレで味付けしてキャベツに絡めて食べると最高ですよ。それでは作っていきましょう。キャベツは3枚、4枚を剥がして水洗いし、食べやすい大きさに手でちぎっておきます。包丁でカットしてもいいですが、手でちぎった方が味が染みやすく美味しくなります。芯の部分は包丁の腹で潰しておくと食べやすいです。豚ヒレ肉は 0.5 ミリくらいの厚さにそぎ切りしていきます。しっかりとした食べ応えを出すために大きめにカットしておくのが大切です。厚さはだいたいこのくらいになっています。材料は豚ヒレ肉 250g、 キャベツ 200g、 ニンニク、生姜、長ネギ各大さじ1です。豚ヒレ肉に下味をつけます。塩と味の素を少量入れます。黒胡椒を軽く振りかけます。醤油を大さじ1/2ぐらい入れます。紹興酒または酒を大さじ1/2入れてよく飲み込みます。卵を大さじ1入れ、肉に加わせていきます。片栗粉を大さじ1入れ、混ぜていきます。最後に油を少量入れ、コーティングしておきます。キャベツはボイルしておきます。茹でたらしっかりと湯切りをしてボウルに入れます。塩と味の素を少量入れ、ごま油で和えておきます。加えたら皿に乗せておきます。鍋の油を140度くらいの低温に温め、豚肉を揚げていきます。低めの油で揚げることで肉に均等に熱が伝わり、ものすごく柔らかく仕上がります。だいたい45秒ぐらいで火が通ります。火力は温度を上げずにそのままの火力で揚げていきます。肉が浮き上がってきて、卵と揚げ色がついてきたら仕上げます。肉の火の通りがわからなかったら箸などを使って確認してみるといいです。そうしたら油を切ります。
下地の油を鍋に混ぜ、豆板醤、小さじ1小を入れ炒めます。豆板醤を油で溶くようにして炒めたら、ニンニク生姜を入れ炒めます。焦がさないように弱火でじっくり溶いてます。油がパツパツとしてきて、いい香りがしてきたら、甜麺醤大さじ 1.5 を入れます。甜麺醤も油でなじませるように、優しく炒めます。甜麺醤は焦げやすいので、焦げにくいです。砂糖を小さじ1入れ、味の素を少量入れます。火力を強くし、紹興酒または酒を大さじ1と、醤油を大さじ1入れます。鶏ガラスープまたは元を取るためには、ハッピーチースライドです。しっかりと沸かします。一緒に使ったケーキを大さじ2分の1を入れ、揚げた豚肉を入れ、絡めていきます。トルクの上に乗せていきます。トルクにタレをかけてから肉を乗せていきます。最後にネギを振りかければ完成です。辛いのが好きな方はお好みでラー油をかけてお召し上がりください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。